こんにちは。今日はなんか植物に囲まれて、話をしたいなと思うんですけど、今日話すのはね、留学のお金のことについてですね。留学のね、生活費については、以前動画を作りまして、で結構見ていただいていますし、留学時の、学費ですね、結構大きな出費になると思うんですけども、学費については各自、学校によって全然違うと思うんで、それはそれで皆さんご自身で調査してほしいんですけれども、今回は、そういうの全部ひっくるめて、留学時にどうやってお金を送金するかとか、どうやって現地にお金を持っていくかという話をちょっとしてみようかなと思います。まずですね、もし僕みたいに、日本で就職していた方であれば、あるいはね、学生でも作れるんですけれども、ぜひおすすめしたいのが、クレジットカードですよね。日本のクレジットカード、できれば、マスターとビザ、この両方を作っておくと、非常にこっちでも便利に使い回すことができると思います。もちろんね、クレジットカード使いすぎちゃうという人は問題ですし、友達でも、クレジットカード使いすぎるから持ってきてないよ、持ってこないようにしたっていう人もいるんですけれども、でもね、結局その日本の口座から、日本にもし貯金がある場合は日本の口座から自動で引き落としてくれるわけですし、留学の時とかは非常に便利なものになると思います。あとはですね、日本でカナダドルに、現金を変えた上で現金でそのまま持ってくるという人も、聞いたことがあります。今のところ僕的にはあんまりカナダ危険度、例えば強盗が頻繁に発生するとかそういうことではないと思うので、そういうのをなるほどなっていう感じなんですけど、でもね、じゃあスリとかその、シェアハウスでお金が盗まれたっていう話を聞かないかといったら、それもそれで結構聞くんですよね。なんで非常に注意も必要です。ただ人によってはね、その銀行に預けておくより自分で持ってきた方が一番確実で安心って思う人もいるかもしれないし、そういう人はだから、自己責任で、持ってくるようにしてください。ちなみに注意点としては、100万円というか、カナダドルで1万ドル分以上は現金、その持ち込むことができないので、その点だけ注意してください。あとはもし長期滞在になる場合は、海外送金も必要になってくると思います。つまり滞在中に日本から送金してもらうっていう感じですね。本当1年以上、2年とか3年とかになった時に、もしね、その日本から援助を受けたりとか、あるいは自分の日本の口座からお金を送るとか、何かしらの理由でね、海外送金という手段も選択肢のうちに入ってくると思うんですけれども、その時はね、海外送金非常に手数料が高いので、賢く選ぶ、銀行を選ぶ、金融機関を選ぶ必要があります。で、今回この動画を作るために、改めてちょっと銀行の、海外送金についてちょっと調べたんですけれども、ざっと調べた感じ、楽天銀行と新生銀行が結構お得そうな、プランを用意しているのかなという感じがしました。で、楽天銀行の場合はまず送金手数料、楽天銀行に支払う手数料が750円ということで、ダントツに安かったです。さらに、おそらくほとんどの人が日本円で貯金していたものを、例えば現地ではカナダドルに変えて送るというようなことになると思うんですけども、そこで為替の変換が発生しますよね。で、そこにも手数料がかかるんですね。どの金融機関でもかかります。で、これが楽天銀行の場合は一律で3000円だそうです。それから海外送金の場合は、中継銀行への手数料の支払いっていうのも発生する可能性があります。これはつまり、日本の銀行とその海外で送金したい銀行が、提携銀行だったらいいんだけど、提携銀行じゃない場合、一回ワンクッション中継銀行っていうのを挟んでこう送るらしいんですね。で、その中継銀行に支払う手数料っていうのが発生するんですけれども、これが、楽天銀行の場合、もし送金側が支払うとなったら1000円だそうです。なので、その1000円分は前後する、そのどっち側が払うかによって1000円分は、変わってくるんですけれども、なので、例えば1万円を送金しても、あるいは限度額いっぱいの約100万円を送金しても、手数料は3750円から4750円、この辺りになるみたいです。
あとは新生銀行の方ですね、ウェブサイトを見てみると、ゴーレミットというサービスがあるらしいですね。でこれだと新生銀行に支払う手数料が2,000円、円を外貨に変換するお金が 0.1% もしくは最低1500円ということらしいです。ということはですね、最低2000円プラス1500円で3500円が手数料になると思います。なんで楽天銀行よりもしかしたら安いのかなという感じがします。プラスポイントとしては、Go レミットというこのサービスは新生銀行に口座がなくても使えるそうなんで非常に便利だなというように感じました。あと新生銀行の場合、口座が新生プラチナというやつだと月1度まで海外送金が手数料無料で、実施できるそうです。でこの海外送金のことは非常に重要なんですけれども、まあ、めっちゃややこしくて、で、まあ、昨日夜ちょっと数時間使ってリサーチしたんですけど、分かりきらなかった部分とか、多分ね僕がリサーチでききれてない部分とかもあると思うんで、もしもっとお得な、送金の仕方とかご存知の方いらっしゃったら、多分見てくださってる方の中に、海外送金について詳しい方もいらっしゃる気がするんで、ぜひコメントで教えていただけたらと、思います。僕自身もね結構どうやって送金するのが安いんだろうっていつも思うんですけど、もしねコメントいただけたら、またそれも動画にするっていうのも面白いかなと思ってます。まあ、お金のことなんで結構リスクもあると思うんですけれども、何かヒントを感じてもらって、で改めて、リサーチしてもらって、でどうやってお金持ってくるか決めていただければと思います。はい、まあ今日はそんな感じになります。何かためになりましたら幸いです。はい、じゃあ、また次回。以上です。ありがとうございました。はい、昨日スーパーでメロンを買ってきました。で、カナダ産のハニーデューメロンですね。日本のだと線が入ってるメロンが有名ですけど、ハニーデューメロンを買ってきました。でね、これいくらだと思います？1個でこのサイズ。僕がやや顔が大きいと思うので、顔より一回り小さいぐらいのサイズなんですけど、いくらでしょう？このサイズで 2.5 ドルだったんですね。2.5 ドルってことはね、だいたい日本円で多分200〜230円だと思うんですよ。安くないですか？基本的にこっちのメロンって安いけど美味しくないんですよね、日本に比べて。やっぱりなんか日本のメロンって究極に進化させたなっていう感じがしていて、こっちはそんなに力をかけてない、メロンには。その代わりまあほどほどに甘くて、ほどほどにまあ美味しくて安いっていうのが、まあ、こっちのメロンだと思うんですけど、普段はねあんまりこういうメロンを買わないですよ、安くても。前買ったらあんまり美味しくなかったから。でもまあ今ちょっと夏の終わりとかで、まあ、シーズンでもあるし、これ、ね、すごいいい匂いしてたし、まあ美味しいかなと思って買ってみたので、実際ね今日切ってみておやつに食べようかなと思います。こんな感じ、白い。どこまで切っていいのかな。うん、結構いい匂いする。なんか生ハムの味するんだけど。こんな感じだ、こんな感じ。おうおうおう、結構いい感じ。種周り結構いい感じにジュースが出てきますよ。これ美味しいかも。おお、山盛りメロンが完成しました。ちょっと見てもらわないと。ほら、1個でこんなにいっぱい、どんぶりいっぱいです。で色はね、端っこの方、端っこの方かな、結構白いのかな。でもうちょっとメロンっぽい色の部分もありますね。でいただきます。おいしい。なんかね、なんか生ハムの味がするのはなんでだろう。なんか生ハムメロンの味がする。食べた後の風味が生ハムを食べた後のその燻製っぽさというか、へえ、不思議。でも結論として美味しい。これ買ってよかった、正解。
2ドル50セント、まあ、正確には40何セント。買いです。この時期のメロン、買いです。以上。